ズラフ・コラ・ザ・ロフは、ブルガリアがブロボ出身の元サッカー選手、サッカー指導者、元ブルガリア代表。現役時代のポジションはウィング。左右両方のウィングを務めることができる経験豊富な才能あるアタッカー。2001年以降ブルガリア代表として活動し、UEFA ユーロ2004の一員だった。地元セプテムブリの FC ロコモティフセプテムブリでキャリアを開始した後、 ヤントラ・がブロボと契約。1995年、国内リーグ最多優勝記録を有する PFCX かソフィアと契約を締結したが、地位を確立することができず、PFC ミニオル・ペルニクへ売却された。1998年6月になると、今度は国内リーグで2番目の優勝回数を記録する別の名門レフスキ・ソフィアと契約した。 1999年から2001年まで PFC スラビアソフィアに在籍した後、コジャエルスポル、ガズイアンテプスポル、カイセリエルシーエスポルとトルコ一部のクラブを渡り歩き、6期で202試合76得点を記録した。2007年7月にブルガリアに帰国したラザロフはスラビアソフィアと再度契約し、半年で11試合8得点を記録。12月に ロシア一部の FC 新肉やロスラブリと契約した。2008年にブルガリアに帰国すると、今度はクスカソフィアと再度契約し、リテックスロベチ戦で負傷により半年離脱するまでで15試合に得点を記録した。2009年6月11日にクスカソフィアの会長と会談した末、2009年6月11日にクラブと契約会場した。 2009年6月15日に PFC チェルノモレ、バルナと2年契約を締結。ゲオルギ・カカロフが着用していた背番号11番を与えられ、7月7日にレフスキ・ソフィアとの親善試合で初出場を飾った。2010年1月に自由遺跡で PFC ロコモティフ、プロブリフと契約。2月27日のクスカ・ソフィア戦で初出場を飾り、 ペナルティーキックから2得点を挙げた。2010から11シーズンからは首相に任命され、同シーズンのリーグ戦で14得点を挙げる活躍を見せた。2012年3月15日に、ブルガリアカップ準々決勝のレフスキソフィア戦では、延長戦に決勝点を記録。2012年8月7日に対談した。2日後に、 スラビア・ソフィアとプロキャリアで3度目の契約を締結した。国際 A マッチ31試合3得点、0、036、0、0。アーカイブド2012年7月18日、アットアーカイブ、イズ。ありがとうございます。